初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。今回のゲーム実況はアサシンクリードユニティをやっていきたいと思います。では早速プレイしたいと思います。過去は失われたわけではなく、私たちの中に生きています。二重螺旋には私たちの祖先の体験が高度化されているのです。ねえ、これ実際になったら体験してみたいよね。当社のエンジニアは最先端のバイオ技術インターフェースを作り出しました。私たちは祖先の人生への鍵を手に入れました。これにより過去への扉を開いたのです。これは完全体験型のエンターテインメントです。ボタンを一つ押すだけで歴史の転機となる瞬間に立ち会うことができるのです。すべて自宅でくつろぎながら。ヘリックスへようこそ。ここでは歴史があなたの遊び場です。いや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 、歴史は遊び場じゃないよ。はい、ヘリックス、ジャック・ド・モレーの悲劇、ボルジア家の勝利、ローン・イーグル、フィレンツェの恐怖と憎しみ。おー、フィレンツェ。お、これはついこの間やった、あれですね。ブラック・フラッグじゃないですか。あーはーはー。あー、なるほど。いろんなアサシンの、が見れるんですね。とりあえずこれ、ジャック・ド・モレーの悲劇。最後のテンプル騎士、ジャック・ド・モレーは、信念の人であり、傑出した頭脳の持ち主でしたが、信頼する者たちに裏切られました。今回のエピソード落ちた英雄では、ジャック・ド・モレー最後の悲劇的な瞬間を親友かつ助言者だった者の目を通して体験します。おー、なるほど。テンプル騎士団の人を体験。はい、行きましょう。おー、フランス・パリ、1307年10月13日。誰だ？俺は味方だ。私です。スロイダック、評議会は決定を下した。もう来るな。支部長に会わせてくれ。会議中だ。全員な。出直してくるんだ。フィリップ王の使いだぞ。腐ったれ。行くぜ、フィリップ。違うな。なんでお前が独房にぶち込まれてないんだ。あら、あら、あら、あああ、ああ、あら、まあ、我らは裏切られた。皆剣を抜け、塔を守れ。お前は待て、別の任務を頼みたい。ついてこい。はい。あ、これ俺、あ、これが俺になるのね。はいはいはい、はいはい。データベース、データベース、ジャックド、あ、この人がジャックドモレー。ほん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 。ロイジョに早い、うん、別の勢力がここで動いて。強行か。アサシン、アサシン、アサシン。モンゴルの艦は塔の昔に力を失ったはずだ。アサシン教団は魔尺よりずっと古い。奴らの無秩序な妄想は疫病並みに伝染力が強くしつこい。マシャフ、すごい懐かしい名前だな。今夜は劣勢だろうか。だが急げば騎団を救える。どうすれば。塔に向かえ。剣と本を隠すんだ。はい。決してアサシンの手に渡してはならない。え、自分に行け。お、マジでテンプル騎士団を操作するのね。はい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 、走りまーす。はい、違う、こっちか。はい、戦闘。ほい、オッケー、頑張って。おい、柱、止めろ。あ、こっち。はい、これ
これか。オッケー。で、こう、はい。で、続いて、こっちか。はい。あ、こっち。はいはい。落ちてった、誰か。誰か落ちてった。はい、こっち。あ、ぶどぶど。こっち。はい。はしご登る。で、こっち。はい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 、登る。はい。おー、テンプル騎士さん、鎧着てるのにすごいね。お、あっちか。逃がすか。待て、下の方へ。はい、アサシンを倒す。逃がすか。待て、なんか逆の立場なんだけど。あぶだぶだ、あぶだぶ、あちゃちゃちゃ。隠れた。あ、後ろにいた。はいよよ。はい、回避よ。痛い。オッケー、よっしゃい。オッケー。あ、逃げた。まぶしい、まぶしい。何これ、何かまぶしい。どこ行きやがった。いた。待て、秘宝を返せ。はい、よっしゃい、よっしゃい。危ない。オッケー。お、何これ、お、かっこいい。おお、なるほど。これは、あの伝説の武器。ごめん、知らん。なるほど、これで取り返したのね。え、テンプル騎士さんこんなん持ってんの？危ねえな。武器あったら大変だぜ。ほう。あ、捕まってる。生きてやがった。おお、7年後。年を越す前に神の前で罪の償いをさせてやる。そしてフィリップ王、貴様のテンプル騎士団に対する蛮行にはどんな罰も軽すぎる。呪ってやる。13代先の世代まで貴様らの一族を苦しむがいい。生きたまま焼かれるとか最悪やん。上と光の炎に焼き尽くされ、真の知恵の時代は無残な終焉を迎えた。かつては規律、平和、輝きを守る誇り高き羊飼いだったテンプル騎士団はもはや存在しない。よし、探知機を作動。もスピンされたら出して。何？え？ハッキングされた？はい。見えたわ。どうも。どうも。
混乱を避けるため簡潔に。私はビショップ、本名ではないけど、とりあえず今日はここまで。おねえ、よく聞いて。はい。遺伝子記憶データを探すため、アブスターゴはあなたとあなたのニューロンを利用しているのよ。彼らは数えきれないほどの企業、政府、報道機関、NGO に手を出してるの。次は歴史の支配を企んでる。恐ろしい計画よ。早く。そうなのか。彼らを止めないと。協力してほしい。わかった。リーコン、遺伝子配列。AD16、B13、I87。取り込みを実行。先週アブスターゴのヘリックスサーバー内にある非シークエンスメモリーにアクセスした。私たちの抱える問題を理解するため、少し体験してみてくれない？大丈夫か？どうすべきかを決めてちょうだい。わかった。待ってるわ。わかった。で？いきなりハッキングされて、私たちに味方をしろと言われても突然すぎるだろう。おお、ベルサイユ行ったことあります。ベルサイユ、おいしそう。あるの？はい。はい、パパ。父上か。父上って言った方がいいのかな。一緒に行っちゃダメ、父さん。父さん、父さん、はい。勇気を持て。ここで待っていなさい。この時計の針が上まで来たら戻ってくる。え、そんなに？それほどはかからない。戻ってきたら花火を見に行こう。わーい、やった。それと、探検はなしだぞ。はい、父さん。ベルサイユ宮殿。いやー、かなりでかかった記憶があるわ。すげー、美しい。誰だよ。ん？誰？おや？誰でしょうか？誰？アンさん誰？あなた誰ですか？はい。データベースがアンロックされた。ベルサイユ宮殿。最初はルイ13世の仮小屋として建設されたが、その後ルイ14世に手により世界最大級の宮殿になるまで拡張され、フランスの王座が置かれることとなった。あー。ね、これ行ったことあるんですけど、結構ね、広いんですよ。広いんですよ。ぜひぜひ行ってみてください。はい。ねえ。はい。え、もう、ん？探索しちゃダメってお父さんに言われて。わかったよ。待ってね。はい。待ってよ。あ。なんか誰かいる。こっち？こっち。ああ、ごめんなさい。え、謝らないの？止めるんだ。謝らないと。早く早く。はいはいはい。君は誰？君は誰なんだい？急いで。誰？よ、盗む？取ってこれる？え、盗んでいいのこれ。この、そいつを返せ。視線を送れば最終目的地点ができる。盗みへの罰を知っているか。これはなんだ。盗っと。ごめんなさい。なるほど。どう、どうすればいいの。とりあえず盗んで、盗むぬ、あれ盗む、この、はい、返せ。さあ、どうなってんだ。
バイバイ。捕まえたぞ。ここにあるものは王のものだぞ。お前たちのものではない。何が起きた？あ、なんか隠れる場所があったわ。そいつを戻せ。オッケー。女の子だ。どこから引き寄せよう。え、あっち行くの？え、どうやって？最終地点を使ってドアから引き寄せよう。ああ、なるほど。そういうことか。はいはい、バイバイ。こんにちは。命令だ、動くな。よっ。で、こっちか。そういうことか。あの、あれが最終地点で、あそこに行くから、その間に行けってことね。はいはいはい、なるほど。はいはい、待ってよ。リンゴを取った時のあいつらを見た？僕はアルノ。エリス。父さんと来てるんだ。私も。国王と大事な話だって。これから何する？聞いて。大丈夫。ここなら見つからないわ。本当に？僕が悪いんだ。僕がリンゴを盗んだ。あれ？違った。行ってみましょう。え？何が起きたの？何が起きているかを突き止める。早く行きましょう。はいはいはい、ちょっと待ってね。え？どうした？え？え？いや、なんか嫌な予感、嫌な予感。エリス。父さん？無教養なものだけ来なさい。え？お父さん？え？父さん？父さん？父さん？どこなの？父さん？え？お父さん？さあ行くんだ。お父さん。なんで？誰が？何のために？あるの？いるんだ。誰？お前誰だよ。あんた誰だよ。チクレコレ13年後。で勝てないからってぬすっとになり下がるとはな。落ち着け。時計が欲しいだけだ。俺のだ。正当に勝ったぞ。公正な世界ではそうだろうが、ここは違う。フランスだ。死んでもらうぞ。気をつけろ、怪我するぞ。イキさんじゃないか。あ、パパの時計が。あんたの兄弟と話していたんだ。ユーゴ、憲兵を呼べ。ちょっと待て。いや、ちょっと、俺の時計を返しやがれ。危ない。おい、悪い。俺の、あ、ごめん、そっち通らなかったわ。はいよ。失礼、マダム。失礼、マダム。邪魔すんな。やべ。お願いだ、落ち着いて話そうじゃないか。しつけがまだなってないもので。ちょっとちょっと、あ、そっちよう、よう、ちょっとちょっとちょっと。みんな邪魔、みんな邪魔よう。お前みたいなやつは時計の味方も知らないだろう。もう一度言ってみやがれ。おっと、まずい。バイバーイ。戻ってきやがれ。
ユーゴにタックルする。盗っ人だ。その頭蓋骨を砕いてやる。あ、そういうことか。ああ、ビクトル、潔く負けを認めるんだ。いて、撃たれた。めっちゃ撃たれた。よ、大丈夫？よ、ふう、ふう、はあ、障害物を乗り越えるくぐるが全然できなかったね。これ今できるのかな？よ。まだ？オッケー。あ、できるね。よし、オッケー。あと一回。よいしょ。オッケー。で、どこ行けって？緑の子で、デラセール邸に向かう。こっちね。いやー、あるのがイケメンになりましたね。そして、吹き替えがミキさんじゃないですか。いい、素敵なお声ですね。さあ、じゃあ、行きましょうかね。ここ？もうちょい先か。そしてグラフィックが綺麗だね。街並みが素敵。だいぶブラックフラッグから綺麗になりましたね。はい、到着。こんにちは。一体どこに行っていたんだ？すいません。捕まえたぞ、このクズ野郎。ちょっとした誤解だよ。別に何も。お前らは犯罪者をかくまってる。白昼堂々俺の家に侵入し、時計を盗んだ泥棒だ。本当か。ならば、憲兵たちが喜んで処理をしてくれることだろう。処理だと？その、旦那様の非貢献人への制裁です。窃盗だ。具体的には何を？書斎に言いなさい。え、時計ってでも俺のだよね。自分のだよね。そんな目で見てくれるな。ビクトルはファラオで必ず仕掛けてくる。アルノ、誰かいるのか？いえ、誰も。オリビエには憲兵に通報しないよう話しておいた。ありがとうございます。感謝します。どうも。これで毒止めか7度目。健康のためにも別の趣味を作れ。ええ、カードをやると新鮮な空気が吸えるし、いい運動になるんです。また後で話そう。エリスと町で仕事があるので出かけてくる。エリスがいる？今夜だけだ。明日パリに戻る。彼女に付き添いが必要では？手を焼かされるのは一人でいい。残ってオリビエの手伝いをするのだ。まったく。はい。何か？エリスによろしく。引き取ってくれた人だよね。メモリークリア、トラッカーで表示。このメモリを評価する。なるほど。続けます。はい、ということで今回はこの辺で終わっとこうかなと思います。ベルサイユ街。1623年にルイ13世がベルサイユ街に最初の狩猟の館を建てた時に、広大な森に囲まれたその土地で王はお気に入りの気晴らしにふけることができた。へえ。ね、こういうね、実際にある街とかもね、綺麗に作り込まれてたりするんで楽しいですよね、アサシンクリード。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。